この飯より舞浜大好き KD チャンネルの K です。今日も楽しくやっていきましょう。はい、ということで、すいません、長らくお待たせいたしました。本当はいつもだったら混雑予想っていう動画を上旬に上げてる予定だったんですけど、今回どうしても新グッズとかスペシャルメニューの販売のものが多くて、動画がどんどんストック数も溜まっていってしまい、中旬にはなってしまったんですけど、今回来月の混雑予想、2019年2月の東京ディズニーランドとシーの混雑予想の動画出させていただくので、よかったら最後までご視聴ください。それではいきますよ。まず東京ディズニーランドがこちら。東京ディズニーシーがこちら。激込みでございます。はい、まずは東京ディズニーランドから説明していきます。そう、2月1日もいきなり混雑度4でございます。で、1,2,3,4と混むかなと思っております。まあ、ここの理由はランドとシーもね、共通して混雑している予想とはさせていただいてるんですけど、中学校の私立だったかな、入試がありまして、この時期は1日から5日ぐらいは、まあ、その、1日から5日ぐらいの時期は、中学入試の関係で、まあ、中学の私立入試のお休みの関係で、まあ、中学生とかが混雑するっていう毎年のイメージがあったりするので、混雑度を上げさせていただいてます。まあ、2に関しては単純に 4.5 ですね。まあ、2月のこの時期って結構混雑するイメージがあるかなというところで、逆に5から8をね、下げてるんですよね。3.5、3、3、3.5。まあ、それでもちょっと混むかなと僕は踏んでおります。まあ、ちょっと6に関しては2でもよかったかなって感じかな。確か、この9から11の3連休で、10だったかな。去年ね、11日だったかな。確かね、3連休中日で入園制限で、かなり激混みしてた記憶があるんですよね。確かね、35周年のオープニング数もグッズも販売してたのこの時期だった気がする。俺の記憶が正しければね。で、まあ、この9と10と11の3連休で、もう9はね、明らかに土曜日だし混むかなと踏んでいて、10の中日に関しては去年の入園、ダブル入園制限だったかな？入園制限があったので、9、10、11。まあ、11はちょっと落ち着くと予想してる。は4にさせていただいてます。なので、まあ、できればね、この土日で来るんだったらね、まあ、9、10、11の3連休は避けてた方がいいかなという予想はしてます。まあ、逆に来るんだったら8とかね、6、8の方がね、平日来れるんだったらそちらの方がいいかなと思います。で、もう12あたりからね、もう、12あたりから、春キャン、もう、卒業旅行生がかなり流れてくるかなっていう予想はかなり踏んでます。そう、俺もね、ちょっと記憶がうる覚えだったんだけど、確かこの時期ってもう毎年例年混んでたイメージあるよなというのと、去年のね、パーク一周の2月14日見させていただいたんですよね、ディズニーランドの方。そしたらまあ混雑度の待ち時間がだいたい120分前後だったから土日と変わんねえじゃんって思ったんで、まあそれもしかも14で今13が水曜日なので、その水曜日でも下げてはいるんだけど、まあ、混雑度ね、3.5、3.5、3.5 にさせていただいてます。もう、どうしてこれ 3.5 かっていうと、どちらかっていうと、このシーズンって東京ディズニーシーの方が絶叫が多いので混むんですけど、ただ、絶叫乗れない子だってたくさんいるわけで、春キャン時期って。まあ、この35周年のイベントやってて、ちょっとね、読めはしないんだけど、12から15はね、まあ、春キャンシーズン入ってるんで、通常の3よりは 3.5 に引き上げてます。ただ、下手したら4の可能性もなくはないと思います。で、ここから16と17も混雑度 4.5、4にさせていただいてます。逆に俺16、4.5にしちゃったんだけど、この春キャンシーズンで混んでたら逆に下がる可能性もあるから、16は4でも間違いないかな。ちょっとね、ここは読みがね、深かったかな。まあ、ただ土曜日って結構混むイメージがあるんで、4.5にさせていただいてます。で、17は落ち着いて、混雑度。土曜日より落ち着く日曜日って感じの読んでさせていただいてます。で、ここからもその先週の12から15と変わらず、18から20にももう春キャンシーズン入るんで、かなり激混みするんじゃないのかなという予想ですね。あとは2月4日からかな、スプラッシュマウンテンが休止に入ります。
スプラッシュマウンテンが休止に入るってことになると、やっぱりディズニーランドよりは C の方に絶叫好きな人だったら流れるんじゃないのかなと俺は踏んでるんだよね。2019年の2月4日から来月の2019年3月5日この日まで止まるみたいです。そしてピーターパンが1月の28日から2月6日まで休止中なので、そこをもしねピーターパン乗りたい方はね2月6以降の方がいいと思います。まあ、これ見る感じだったら6までだから7、8が良さそうだよね、来るんだったら。でここから23と24は混雑度を少し下げてます。まあ、これはね単純に給料日前っていうのもあるし、春キャンシーズンが混んでたらね土日の方が逆に空いてるイメージもあるんだよね。なので23と24は混雑度をその2916は 4.5 にさせていただいたんですけど、23、24は混雑度を少し下げて4、4にさせていただいてます。もちろんこれ天気が悪かったりすればね、天気が悪い方が空いて、天気がいい、例えば天気が土曜日悪くて日曜日がいいってことだったら日曜日が混むし、逆転する可能性はあるのでちょっと読めないかなっていうところですね。で25から28もね、去年のパーク一周見る限りだったらこの 3.5 でもまあ下げてる方なんだよね、スプラッシュが止まってるとはいえ。去年のアナ雪でもかなり混んでたの見て、ただ35周年のグランドフィナーレやってるってなると、もしかしたら今僕ね優しく見てはいるんですけど、ランドとかシーで 3.5、3.5 にしてるけど、もしかしたらそうですね、もう平日も全部4になる可能性はあるかと思います。ただ狙うんだったら水曜日の方がディズニーランドとシーって比較的に真ん中の平日って一番落ち着いてるので、もし平日にしか来れないって方だったら6、13、20、27が狙い目かなというところですね。で平日で平日だったらいつでも来れるってことだったら、もう中学入試が終わっている時期、まあ、5日もギリだけど5から3連休前の8、この時期が一番狙い目かなと思います。と2月ではないんですけど、ロジャーラビットのカートゥースピンが先月の1月7日から3月27日まで約2ヶ月、もう2月はねずっと休止に入ってるので、もし来られる方でロジャーラビット楽しみにしてる方は2月中はやってないのでご注意ください。東京ディズニーランドの35周年グランドフィナーレやってるんですけど、2月で今までってドリーミングアップってグランドフィナーレって1回しか停止しなかったんですけど、2月の10日の日曜日と16日の土曜日、そして23日の土曜日に関しては11時5分に1回、午前中に1回やります。で2回目を3時50分に2回やるので、ドリーミングアップの、ね、停止を別なポジションで2回見たい方は2月10日16、23の土日に来るのもありかもしれないです。そしてね、2月だよね。本当にこれひどいね、見てて。悩みに悩んだけど、俺これかなり多く持ってます。もう1日も5日、1日から5日かは全部一緒にしてます。もうここも、絶対1日は激混みすると思う。1、2、3、4。で、多分3、4、5でちょっと落ち着くかなと思っております。まあ多分35に人が流れるんじゃないのかなと思って、まあ日曜日がもしかしたら 4.5 になるかもしれないんだけど、もうここもさっきのランドと同じお話の内容と一緒なんですけど、まあ5あたりからすくかなという予想ですね。で6が水曜日で、ここが多分一番すくと予想してます。で7、8ときて9、10、11、ここは3連休入るんで、先ほどのランドと一緒でダブル入園制限の過去があるので、まあ10日と土曜日かな、混むのは9、10が混むかなと予想して、11の3連休最終日がすくと予想してます。もしかしたらランドも C も12日3連休明けが狙い目かもしれない、12も。ただ13からもう2月の中旬あたりからはもう本当に学生さんがすごい増えるイメージあるので、 C は特にタワーオブテラ、レイジングスピリッツ、センターオブジアースなどのもう誰もが知ってると思うんですけど絶叫が明らかに多いので、 C の方がランドよりやっぱり混むんじゃないのかな。35周年やってても学生さんってショーパレス好きな人もいるけど、やっぱりアトラクションが絶叫が好きな人が多いと思うので、もうほとんどを混雑度を上げてます。もちろん東京ディズニーシーのキャパも考えて混雑度を4にしてます。
で逆に狙うんだったら12、13かなあとはもう14、15、16、17ってもうほとんど混雑度4にさせていただいてるのと、もう平日の水曜日で唯一13と20だけが 3.5 にさせていただいてます。まあほとんどねこの辺が変わらないと思う。逆にさっきも同じお話で言ったけど、土日の方が逆に空いちゃう可能性とかもあるんで、もしかしたら16のどうだろうね、土曜日混んで17の日曜日が空く可能性もあるかもしれないです。で真ん中の水曜日だけは気持ちで 3.5 にさせていただいてるのと、22だけどうして混雑度が12月、どうして混雑予想が22日だけ混雑度が3なのかっていうのは、こちらの3っていうのが東京ディズニーシーが唯一2月の22日がどこだったかな、貸し切りどこかがね貸し切りをしていて6時ぐらいの閉園なんですよね。ただこの6時閉園だからって言って空いてるって思ってたくさん来る人もいれば、最近でも貸し切りの日行ってもやっぱり空いてるイメージがあるんで、今日も現にそう貸し切りがあったんだけど、東京ディズニーシー比較的に落ち着いてたので、もしかしたら春キャンシーズンで貸し切りだから避けよっかってなっちゃってランドが混雑すると予想してます。なので22が多分狙い目かなー、 C に関しては。で、あとはもう23、24、25、26、27って混んでいくんじゃないのかなと思います。ただし23と24の方がもしかしたらまあ土日なんですけど給料日前なので比較的に落ち着いてる可能性もあると思います。でそこからは同じもう春キャンシーズンなので、もうそうですね、3月の最後ぐらいか春休みも入って、ここからずっと激混みの東京ディズニーリゾートに変わっていくんじゃないのかなと思っております。そしてここで休止アトラクションなんですけど、エレクトリックレールウェイが1月の7日から2月の25日まで、まあそこまでは止まってるということですね。でビッグシティビークルも1月の10日から来月の3月25日まで止まってます。でインディージョーンズが2019年の1月21日、まあ、もうそろそろ止まるのかな?止まって、来月の2月、まあ、この混雑予想の2月19日まで休止中みたいなので、もしインディ・ジョーンズ乗りたいなってことだったら、逆に水曜日のこの2月20日とかに来るのが、まあ、いくらね、この春キャンシーズンで混んでいるとしても、そのアトラクションが1個復活すれば、大型アトラクションなので、もちろん人が分散されるので、ゲストの数が。春キャンシーズンで来て狙うんだったら逆にもうどの日も混むから、一個でも多く動いてるアトラクションで分散されるってことだったら、2月20日も狙い目かもしれないです。あとは、ブローフィッシュンバルーンレースっていうマーメイドラクーンの中にある、揺れるアトラクションかな?空中で。で、それが、今月の1月28日から3月の18日、この2月の混雑予想では止まってるので、もしこれをね、楽しみにされる方は、止まってるのでご注意ください。ちょっとね、今回はね、もう1月とは詳しくお話の内容がちょっと変わってはきてはいるんですけど、春キャンシーズンってランドもシーも2月の上旬ぐらいかな。もう2月でも混雑するんですよね。でもそれが現れるのが本当に3連休明け。そして1日から4日ぐらい、1日から4日が急に激混みしだして、5から8が本当にね、ランドもシーも来るんだったら、平日で来れるんだったらいいと思います。そうだね、あとはこの3連休終わった後の16と17ね、ランドもシーも逆に狙い目かもしれないです。多分ね、16、17、23、24のこの3連休避けた土日の方が、まあ土日組だったら、もしワンデーで来るんだったらいいかもしれないです。あとは2月に関しては、とても風が強い時期なので、ショーパレード楽しみにしている方は風速だけはよく注意しておいてください。本当に風が強い時期なので、見たいショーパレードが風キャンセルになる確率があります。こんな感じで、ちょっとね、1月の混雑予想とは比べて内容が大体もう混雑してるんで、同じお話とかにはなっちゃうんですけど、まあ狙うんだったら、その私立中学の入試明けの、まあ3連休前の1週間がいいんじゃないのかなと思います。土日組だったら、3連休後の土日か、あえて中学入試の終わる土日を狙ってくるか。まあこのどっちかかな。あとはもう給料日前の土日を狙うかですね。僕も混雑予想は出させていただいてるんですけど、まあ、大手のね、混雑予想サイトも見ながら、チェックしてみてください。
個人的にハルキャンシーズンで来るんだったら、さっきも同じお話ですけど、インディ・ジョーンズがね一個でも多く動いているその後半の方が逆にいいかもしれないです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったなと思った方は、この動画良かったと思った方はグッドボタン、良かったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。